はい、皆さんこんにちは。今日はね、朝6時過ぎに目が覚めまして、どうしようかなと思ったんですが、ゲートブリッジに走りに行きました。 GoPro Hero 3 プラスシルバーエディションを入手したのですが、現在まだオプション品がありません。マイクがないのでね、とりあえず風切り音対策をしてみたんですが、残念なことに全く効果なし。というわけでちょっとオフレコで喋っています。この日はね、朝から曇りでとても気持ちよく走れています。かすかにね、喋ってる声が聞こえてると思いますが、残念ながら風切り音に消されてますね。オフレコだとやっぱリアルタイムじゃないと何喋っていいかわからないですね。でも気持ちよく走れて本当にいい朝となりました。さて、これの編集なんですけどね、Android タブレットでね、アプリにて編集しています。どこまで編集できるのか分かりませんが、とりあえずこの音声を録音できるようなので、またね、動画の方の YouTube にアップする際にやはりちょっとファイルがでかすぎてかなり時間かかってしまいますので、動画の圧縮もこのアプリでできるようなので、1080で撮ったんですが720まで落として、アップしてみたいと思います。どうでしょうかね、どれだけ画質が下がるのか。でも6Cよりはいいと思いますのでね、うまくいけばしばらくはこの体制で、元ブログをアップしていきたいと思います。よろしくお願いします。でこの後はね、速道に入って、U ターンして、また再びゲートブリッジを渡り、帰宅しました。